で、まあ、在外研究ではですね、エジンバラ大学 の最初はフィリプスに受け入れをお願いしてたんですが、行ったところですね、フィリプスはいない、アメリカに行ってるんですね。あ、困ったと。で、早速ですね、しかしそのあの当時そのディーンでディキンソンがおりましてですね、ディキンソンを会ってやるというので彼とですね会いましてですね、各々しっかりフィリプスに頼んだんだけどもアメリカに行ってるって言われて、だから俺が代わってやってやるよというのでですね、あのすぐに彼はサポート体制をしてくれましてですね、関係各位への紹介状をですねその場で書いてくれました。これはもう誠にあの、強力なですね、あのものでありまして、あのですね、ロイヤルバンクオブスコットランドに口座をですねあの設けるために行ったらですね、ディキンソンの見せるところもすぐ OK というあのことでありました。で、でその後ですね、戻ってまいりましたあのフィリップスにもですねよく会いました。あの各州で彼に会ってですね、いつもあの、居酒屋でですね、あの彼はあのソーダ水を飲む、 あんまり昼からワインが飲みます、まあ、時々飲みますけどね、あのあのですね、まあ、あの各州で彼に会いですね、いろいろあの議論をしました。でその頃にですね、俺はそのスミス研究で、ですね、あの画期的な方法を考えているんだというふうに彼は言ってまして、でちょうどロスのですね、いわゆるロスさんの、スミス展が出た直後であったんですが、あれには不満だと、あのもっとですね、ストア派の哲学というものをあのです、ね、スミスはですね深くあの考えていると、でそういう点のですね考察が浅いということから盛んに言ってましてですね、で俺はそういう本を書くんだというふうに言ってました。それって96年で、彼 そのフィリップスのですね、そのエンライトン、アダム・スミスエンライトンドライフ啓蒙された人生という本は多分去年一昨年ぐらいですかね、出たのはね、2010年ぐらいなので、15、6年かかってるんですね。まあだけどそれだけにあのいい本になってるんだろうとあのいうふうに思います。でちなみにですね、これはフィリップスの弟子が翻訳したいというふうにあの言ってですね、私はフィリップスにメールを出したらですね、それはできないと、すでにこうエージェントが決まってるから、あのいかんとも仕方ないんだというふうに2年ほど前に彼はですね返事を出しました。で白水社というところが出ることになってるんですが、いまだに出ておりませんで、早く日本語で読めるとですね、あの我々のスミス研究にとってもプラスになるなというふうに思っています。ちょっと時間が、ライブの参ってますので、あのこれからちょっと急ぎ足で、お話を続けたいと思います。で、でこの頃といいますか、まあ、この40年もやってきたわけですけれども、途中からですね、思想史研究が緻密、もっと緻密なですね分析手法というものを、ですね、模索するようになります。で結局それはですね、コンテクスト分析ということになるわけでありますけれども、とりわけクイントス・キナーがですね、まあ、これでは有名でありますがですね、しかしはあの私はポッコクの影響をあの受けます。そしてあのポッコクの方法の方がですね、やっぱりあのまあ、法話というか、まあ、母国の方法というのはなかなか難しいんですけれども、あの要するにつまりコンテクストだけでなくてですね、パラダイムということを言うんですね。でパラダイム的なその思想というふうなものをですね取り出すということをですね、彼は、自ら その仕事の一つのテーマにしていてですね、で1975年にマキャベリアン・モーメントという本が、出ていますけれども、あのこれがですね、つまり画期的な本なんですね。で画期的な本だということは、日本の学会ではですね必ずしもよくすぐに理解されたわけではありませんで、徐々にしかしあのポコックの仕事はすごいと、でマキャベリーのつまり、思想というのはいろんな側面を持っておりますけれども、
共和主義思想にですねつながっていく、そういうですねモーメントというふうなものがあってですね、でつまりその共和主義というのはその国家政体でいうとですね、まあ、共和政体、しかし共和政体というものを維持するためにはですね共和制をその強制する市民がですねバーチャーせないといけない、徳を持っていかない、で徳はどういうふうその条件でそのですね、可能になるかというとプロパティがなきゃならない、つまり自分の財産を持ってなければですね、その自分の責任で政治にコミットするなんてことはできない、依存者ではダメなんですね。でそしてですねその国を守るということは自らのこれはその責任、自己責任である、人から借りもらってですねやる、だから民兵というですね、その軍政というものは当然その共和主義にとってはですね、必要不可欠なエレメントになります。でそういうその形のものをですね原型をですね僕はまあマキャベリーからですねいっぱい出します。これディスコルシーの方ですけどね、つまりリビウス論というですねテキストですけれども、でこれがですね、まあ、マキャベリーは銀行危険思想家だということで16世紀17世紀ずっとこう経由される面がありますけれども、しかし知識人はですねモス・カンシモって呼ぶんですね。でそれで例えばイングランドではですねジェームズ・ハリントンがですねそのマキャベリーの影響を受けてオシアナというですねホモメルソオブオシアナという本を書く。 でそしてハリントンはですねつまりアブレリアン・ソサエティであるイングランドにですねその弱しいというふうなものをですね、まあ、導入した人だというのがポコックの、まあ、解釈なわけですけど、つまり共和主義とか彼がシビックヒューマニズムというふうに名付けるパラダイムというものがマキャベリア・ウィッチェルディーニによってですね古典古代のアリストテレスからですね復活させられて、でそれがですね変容を伴いながら遷移していく。でイングランドにはですねそういうアブレリアンパターンといいますかね、アブレリアンタイプの共和主義というようなものが生まれ、それがやがて商業社会化というですね現象にその直面した時にはですねもはやアブレリアンではなくてですねそのコマーシャルインパクトがっていいますかね、そのコマーシャル商業というふうなものと共和主義をどうですねその調停するかというふうな問題になりですね、アメリカにまで影響を与えると、まあ、いうふうなそのですねパラダイムの変容、電波と変容の歴史を描いてますね。でこういうものに70年代に出会っていましたけど歯が立たないというか、そもそもとっかかりはなくてですね、私はしばらく経営していたんですが、ミラー研究をやった時にですね国国のエンシャントコンシチューションとフューダルローというですね古来の国政と封建法というですね素晴らしい論文といいますか本がありまして、これがヒントになったということがあってですね、そっちの方に馴染んでいたんですけれども、しかしどうもこの共和主義っていうのをやらないとあかんの違うかというふうに思いましてですね、美佐先生にいつも批判されてるんですけどね、共和主義はダメだといつも言われるんですけども、いや私はその共和主義やらんだかというふうにずっと思ってましてですね、やってきた、わけであります。で、時間の制約がありますのであまり詳しく申し上げられませんが、結局そういうことでですねポコックさん の翻訳をいたしまして、まず特商業歴史というのをですね若い院生諸君と輪読して自分で訳を作ります。そしてですね奥田森岡というですね、まあ、後輩ですけども非常に優秀なですね二人に支えられてですねマキャベリアンモーメントの翻訳を、やりました。で、でこういうですねつまりポコックが描いたそのイングランドの共和主義論争、これは商業や土地やですね徳や軍事をめぐる論争でありますけれども、これにですねスコットランド人はその関心を持つわけですね。ですからスコットランド啓蒙の中にそういうイングランドの共和主義のですね伝統はどのように授与されたかということが私のテーマになってまいりまして、そういうそのですね仕事を一部しております。つまりスコットランドにおける共和主義のですね歴史というですね、でこれはまだ本にはしておりませんが非常に重要な問題であるというふうに思ってまして、で例えばアダム・スミスをどう解釈するか、まあ、いろんな解釈があります。
田中翔先生などはですね、自然法とスミスを結びつける、いや自然法どころか自然神学というのがスミスのですね、道徳哲学の前提であるということを強調されるんですが、そういう見方ももちろんあり得ると思いますけど、私などはですね、スミスは共和主義者だというふうに思ったんですね。でこれはなかなかしんどい説で、スミスは共和主義者だというふうに解釈するためにはですね、周りくどい論証しなければなりませんから、そういう論証した論文をですね、今で2回ぐらい書いたと思いますけれども、まだスミス研究者はですね、あまり説得されていないというふうに思います。だけど、ですね、イアン・ロスの話をしたとき、ロスさんはですね、私もスミスは共和主義者だと思うというふうに言ってますのでね、まあ、若干その支持者がいることは間違いありません。で、そういう関連でですね、もちろんポコックに導かれたわけですけれども、最近私はですね、共和主義が商業にどう対応したかという問題をですね、追っかけながらですね、商業ヒューマニズムというものがですね、18世紀に成立するんではないかと、あるいは思っています。で、シビックヒューマニズムがですね、コマーシャルヒューマニズムというものにですね、変わっていくんではないかというふうに思っていましてですね、まあ、これはこれからの課題であります。まあ、そういうことでですね、まあ、まだまだですね、未解決な、問題をたくさん抱えております。で、あと2、3分でまとめたいと思いますが、こういうふうに見てまいりますとですね、私は結局4つの主題を追いかけてきたのかなというふうに思うんですね。で、1つはこれまでルル述べてまいりましたスコットランド啓蒙研究であります。で、これに関係する本をですね、数冊出しております。で、翻訳もですね、ハチスンの道徳哲学序説やですね、ヒュームの政治論集を出しております。で、そしてですね、まあ今まで書いたそのものでは扱えなかったですね、カーマイケルとか第三代アガール公爵、これはなかなか重要なんですが、啓蒙貴族といいますか、スコットランドの事実上のですね、王というふうに言われた第三代アガール公爵、彼がですね、解明的な為政者であってですね、自ら8カ国語を理解しですね、数学では学者のレベルであったというふうに言われる人物なんですが、この彼がですね、そのフレッチャーの甥っ子であるアントン・フレッチャー、ロード・ミルトン、ミルトン教というものを、その部下としてですね、使ってですね、そしてその下にケイムズ教のような解明派のですね、知識人をその組織して上からスコットランドを変えていったということが最近強調されておりましてですね、まあ、そういうその貴族だからあかんということではないのではないかと、当たり前かもしれませんけど、そういうことでアガール公爵の研究をやったりですね、トマス・リードやジョージ・タンブルなどについてですね、まあ、少し研究を進めました。で、そういう論文を収録したスコットランド啓蒙を語るものというそのです、ね、論集の出版を今年予定しています。が、またですね、ウィリアム・ロバーソンとかですね、歴史家ですね、からデュアース・スチュアートなどにはですね、着手できておりません。で、これがスコットランド啓蒙研究のですね、まあ、現状であります。で、第2にですね、努力したのが共和主義の研究でありまして、ポコクの特商業歴史の翻訳、それから共和主義と啓蒙という書物、それから編著のですね、共和主義の思想空間という本ですね。で、それからこれもまた名古屋大学出版会でですね、お願いしたわけですけれども、それから先ほどから申し上げてますけれども、ポコクのメケビリアンモーメントの翻訳、で、その共和主義というのはですね、私はその過去の単なる遺産ではないというふうに思ったんですね。つまり共和政体でなくてもですね、むしろ市民が主体的に自己責任で公共に関わっていく、コミットメントしていくというですね、いろんなレベルでのそのコミットメントができますからですね、まさに現代の共和主義というのはですね、そういうレベルの思想としてですね、
復活しなければならないのではないかというふうに思うんですね。つまりお金をもらってやるんではない、義務としてやるのでもない、自らのその自発的な意思でもってやるというですね、のはですね、教会式の本質的な要素ではないかというふうに私は思っていまして、美佐先生はですね、私は教会主義者だというふうに思ったんですね。でその自己責任でですね、いろいろ運動をやっておられますからね、市民運動ね。市民運動というのはね、その権利の運動という側面もあるかもしれないけどですね、から義務という面もあるかもしれませんがですね、私はそのバーチューを書いてはですね、成り立たないではないというふうには思うんですね。で、まあそういうことでですね、まあ、2つ目の教会主義と。で、3つ目は何かというとですね、現代の社会経済思想への関心に由来する分野としてですね、まあ、ハイエクの翻訳、それからロンドンスクールのですね、ロビンズの一経済学者の自伝と、これは翻訳であります。若いですね、優秀な人たちにですね、協力していただきましてですね、翻訳をいたしました。それからハーシュマンのですね、方法としての自己破壊というですね、自伝的なですね、本の翻訳もしております。これはまあ現代のですね、社会経済思想への関心と。で、4つ目にですね、支援法思想。実は支援法思想として私は無関心じゃありませんで、ホップズに始まるですね、近代支援法の研究は、社会の学問の革新を経てですね、シナウィンドの翻訳で、これはですね、私のところで勉強していました辺見修司君というですね、非常に優秀な人がですね、これ1000ページになる本ですけどね、やりました。で、しかもこれがね、売れてるんですよね。で、日本の学会もね、学会は、まあ、学者が買ってるとしか思えないんですけどね、この1万2000円もするこの本をね、買ってるっていうのはやっぱりすごいことだというふうに思うんですけれども。で、それ以外ですね、テキストの自由と消費の方に、まあ、簡約しております。で、まあ、私は若い人をですね、なんか動員して、その本を作るブックメーカーであると、ブックメーカーだというふうに、いい評価なんかは分かりませんよね、そういうふうに言われたりもしております。で、そしてですね、まあ、そういうことでありましたが、最後にですね、振り返ればですね、まあ、結局のところ多数の先駆者の仕事をですね、まあ、必死で追いかけてきた40年だったというふうに思うんですね。で、私は何か独創的なことを成し遂げたかというとですね、自分では全然そうは思ってない。誰かがどっかで言ってることを、検証しですね、まあ、私が言ってないこともいくつかあると思いますけどもですね、まあ、そういうことで必死に追いかけてきたと。で、宇野幸三、大塚久夫、丸山正夫、小林昇、三田寛といった人たち、出口雄三、河野健二、大野英治、杉原史郎、田中正治、平井俊彦、木崎教授といったですね、水川理沙下先生たち、また今日は来てませんけど佐々木武さんやですね、篠原久さん、そして八木喜一郎さんといった人たち、そしてですね、外国人研究者から受けた刺激があります。偉大なフォークワーク、スコットランド人はモンテスキューをグレートモンテスキューと言いましたけども、私はグレートフォークワークというふうに言っても聞いて思ってますが、それにですね、ロスさん、ディキンソン教授、ジョン・バローとウィンチ教授、で、書物だけからですけれども、ベントゥーリとかダンガン・フォーブス、ハーシュマン、そしてロビンズ兄弟、そして好きなイグナティエフなどの巨匠、ジョン・ロバーソンやイシュトワン・フォント、スマウト教授、これはフォントです。リサ先生、ですね、2人、スイスの会の例会でもあります。で、それからですね、フィリプスンやベリーですね、そしてフォーコンセン、それからシャンといった人たちで、まあ、そういった人たちからですね、いろいろ教わってきたと。で、結局ですね、私の仕事はどういうことだったかというと、近代社会とはどういう社会かということにですね、結局尽きるというふうに思います。ポストモダンってなことがですね、盛んに言われたりしてますけども、私はまだ近代社会は、日本はもうかなり近代社会だと思いますけどもですね、十分にこう近代社会になってるかどうかっていうのは
歌川市というのを持っておりましてですね、つまり、市民の政治的な自己決定としてのですね、支持者の同意に基づく政治が行われているかどうか、で経済的自由を含む市民的自由とかですね、基本的人権の尊重などのですね、現代社会の原理というものは、ですね、注意をしないと簡単に侵害されますね。でそういう意味で現代社会を維持するということはもうある意味で大変なことで、お隣の中国にですね、また現代社会は成立してないというのは私の見解です。で、そういうことをですね、私は考えておりましてですね、我が国は相当その、ですね、そういう意味では、文明がですね、スミスやヒュームやミラーが言った文明が行き渡っている地球の一角というところに入っていると思いますけども、しかしですね、政治的な問題や社会問題に対する市民の無関心、為政者の腐敗というようなことがですね、しばしば見られますから、この状況はですね、実は18世紀とほとんど変わらないじゃないか。200年以上 前のですね、スコットランドとそんなにですね、比べてですね、そんな日本が優れてるとは思えないんですね。で、そういうふうに思うわけでありますけれども、結局ですね、そういう近代社会とはいかの社会かを考えるということも、実は先輩や私が交流したですね、いろんな人の教えにですね、導かれてきて、ですね、たどり着いたのだと、俺に責任ないという意味ではありませんでですね、自分に責任は痛感しておりますけどもですね、で、私はですね、これで退職をいたします。で本日はですね、いい機会を与えていただきましてですね、社会創始40年を解雇することができました。でこれから利用するかということですけれども、愛知学院という新しい職場に参ります。でそこではですね、時間に恵まれるというふうに聞いておりますのでですね、好きな研究をですね、自由にやりたいというふうに思っています。でロビンズの妹にですね、キャロラインというのがあります。キャロライン・ロビンズで、18世紀のコモンウェルスマンというですね、本を書いています。でこのコモンウェルスマンという意味はですね、真のウィークという意味であって、共和主義者のことなんだというふうに、ロバート・モールズワースはですね、述べておりますが、公共のことを、あるいは社会のことをですね、真剣にこう自らの課題として追求した、そういう、政治家や知識人、というふうに受け取っていいんではないかと、いうふうに思うんですね。つまり真に社会や国家や、いろんな公共の繁栄というものをですね、考えた時には現状維持ではダメであってですね、少しでも良くするという努力が必要だと。でそういう行動をですね、する人間がコモンウェルスマンである、いろんな立場の人はおりますけども、というふうに、ロビンズはですね、アメリカに移りましてですね、アメリカのブリンマーカレッジという女子大の教授をしながらですね、そういうメッセージを込めてこの本を書いています。で私はこのですね、翻訳を、ずっと前からやってるんですけど今年中にですね、仕上げたいと思ってますけども、そのコモンウェルスマンというのはですね、実はどう訳したらいいかというのはなかなか難しいで、適切な日本語はないんで、ありますが、しかしそのコモンウェルスマンという言葉はですね、なんという魅力的な言葉かというふうに思うんですね。でその社会のことを真剣に考えた共和主義者というのは、実は我が国にもたくさんいるわけであってですね、我が国にもたくさんのコモンウェルスマンがいたというふうに私は思うんですね。そしてまたこれからもですね、もっと多数のコモンウェルスマンが出てこないと、国家を絶対化するという意味ではありません。コモンウェルスですから、みんなの豊かさですよね。で豊かさの中には自由というようなものも含まれると思います。物質的なものだけでなくてですね、いや実際ロビンズが描いているコモンウェルスマンが一番追求したのは自由なんですね。自由というものをなんとかですね、この、自分たちの社会の中にですね、実現したいというですね、そういう思想家の
をですね、営みがあったってことをですね、まあ、よく生かしています。で、まあ、地球社会のコモンウェルスマンというものをどうして作るかというのがですね、あの我々があの直面している課題の一つであろうというふうに思います。ちょっとあの予定より60分のつもりがですね、だいぶ伸びまして、あの誠に申し訳ありませんがですね、これであの最終講義を終わらせております。ご清聴どうもありがとうございました。